どうも、はじまきよしろうです。いや、その最近なんかカリブラさん、セカンドチャンネルで、たかしず TV さんのモノマネ100連発を見て、これ面白いからとか言って、見てやって、まあ、悲惨な結果だったわけですよ。で、視聴者の反応も悪い。で、まあ、なんでまずあのモノマネ100連発ができたかってことは、詳しくは知らないんだけど、まあ、僕はたかしず TV の一ファンとしてわかる情報は全てこの動画で言っていこうかなと思います。まあ、簡単なんですよ。なんかね、まあ、神奈川、どっかの坂を こうやって見たら、なんかね、柴田さんの癖じゃないですかね。なんかどっか向いて考えると、なんか上を見るんですよ。なんでかって、この網に目で黙々黙々っていうイメージをここで自分で見てるっていうことではないんですよね。単純癖です。はい。神奈川の坂100個、なんか上り走り切るまで走って、そしてモノマネもして、実力、モノマネの実力も上げていこうって企画の、そのヘッドショット集じゃないけど、まあ、ゲームで言ったら PUBG のキル集みたいなもんですよ、重要なモノマネ。で、その、いちいち変わってるとか、世界観がすごいって言ってるか、まあ、あれは坂のロケのやつだから、その、なんかすごいムカつくよね。なんか、モノマネだけで見せてほしいっていう、その、あの動画っていうのは単純に時間がない人用のためのモノマネだけ見たい用の人のものだけであって、そのロケしましょうぜの第2弾企画かな、多分。第2弾企画の、その企画のサブなんですよ、モノマネは。それが本質であり、それがサブなんだけど、まあ、それを知らないで、なんかいろいろ見て、で、なんか、たかしず TV だから伸びないんだなとか言われて、本当切れそうになった。たかしず TV はね、飯ラジオが面白いんですよ。でもね、まずね、たかしず TV って面白いって言って見るもんじゃないんですよ。なんかね、難しいんですよ。ガーって笑うようなジャンルじゃないと思ってて、なんかもう、だから、これを例えると、多分、獣フレンズのファンは怒ると思うけど、脳死系 YouTuber っていうかね、その人たちは脳死系じゃなくて、その、なんかすごい仲良く、あの2人たちは飯ラジオとかでやって、仲良くやって、それを見て、で、その、なんか、K さんの奇怪なボケとかで、なんだそのボケ、なんだ急にそのボケなんだっていうようなを笑ったりする。それが、まあ、ラジオ系 YouTuber っていうかね、トークが面白いっていうか、すごい面白いっていうジャンルじゃないと思うんですよ。なんか見ちゃう YouTuber の一人なんですよ、たかし TV は。僕もね、なんか見ちゃうんですよ。なんかね、その一つにね、あんま人傷つけないって、作家佐藤さんがたかしさんを、なんかあれだっけ、選んだ理由も人傷つけないから選んだみたいな感じで、あんまり、その、ね、言い方がきつくないんだよね。だから、心、その、急になんか言い方きつくなったり、言い方きつくて、なんかキューってなるような思いないからいいんだけど、なんかね、それって真逆なようなことしてるからね、カリブラのそのサブチャンネルの動画は。ちょっと悲しいなーって思って。ぶっちゃけメインチャンネルはね、あんま見ないな。見ないし、けど、まあ、サブチャンが面白いですよね。ぶっちゃけ、たかしず TV は面白いのに、その、すごいんですよ、あの人たちは。YouTube で長い動画って上げたら、結構なんかタブーじゃないけど、再生回数って伸びないんですよ、みんな。でも見ちゃうくらいの面白さあるけど、それがやっぱ分かんないんですよね、みんなには。飯ラジオ面白いんですよ。そのガーハハって笑う時もあるけど、だからそういう、なんか面白さのベクトルが違うっていうか、なんかにんまりして見るような感じなんですよ。癒しじゃないですけど、おじさん2人が仲良くやってるところを見るわけじゃないけど、それを見て、で、楽しそうにやってんなって思いながら見るのが、たかしず TV のラジオで、メインチャンネルっていうのは俺はね、あんま見ないな。ぶっちゃけサブが重要だと思ってて、サブチャンネルがめちゃくちゃ面白いっていうね。これはね、まあ、たかしさんにとってはすごい失礼なことかもしれない。たかしさんがこれ聞いてたらもうすごい失礼ですけど、で、それ見て、なんかね、よくわかんないで、それだけ見て、急にモノマネ100連発やってるわけじゃないからね。で、なんか、さ らされた感じでね、感じ悪いねとかコメントで言われたけども、その通りだよ。すげえ感じ悪い。嬉しいんだけどね、名前出してくれればね、たかしさん。たかしさんって結構すごい人なんだけどね。
でもウーム専属でしょ。まあ面白いからまあいいかなと。もう面白いわっておしまい。でもなんかね、って思いました。高橋さんかわいそうだなって。なんか胃潰炎だっけ、胃潰瘍になってでなんかすごいまたひどいコメントばっかで、なんかもうボコボコにされてるよね。でも高橋さんが面白いのは飯ラジオなんですね。でもね、まあ、YouTube そうやってね言うようだけど、カリブラ見て面白いって言ってる人は多分合わないと思いますよ。そう、カリブラがつまんないって言ってるわけじゃなくて、ジャンルが違うっていうか、もうその動画時間が違うからみんな見れないんですよ。そのなんか俺はね、自称ねビデオジャンキーっていうか、 YouTube ビデオ、 YouTube ビデオジャンキー、動画ジャンキーって言ってて、動画ある程度ずっと見ていくと尺、耐えられる尺がすごい長くなっていくんですよ。今はね1時間の動画だったらスッと見れるかな、面白いっていう確証があるならば。そんな感じでね、まあ、合わないんですよ、タカシーズ TV っていうのは。その今見てる世代、見てる多い世代と、でモノマネはね単純にあれはつまんない、いやーモノマネつまんないでしょ、うちはノリじゃないけどね。それモノマネだけ切り取ったらつまんないと思うけど、それ全体的に見た時は面白いとは思うんだけどね。その企画の本質が見えてない状態でね。あ、そうだ、成瀬さんがツイキャス始めたからやめます。